はい、ダノジです。二千二十年七月の十七日、えー、感染者がね、全国増えているようです。全国感染者六百、えー、人超え、ピーク時迫る。えー、東京二百八十六人。新型コロナ。大勢の人が行き交う東京新宿の横断歩道。十六日午後、東京都新宿区。 新型コロナウイルスの国内感染者は16日全国で新たに622人が確認された1日当たりの感染者が600人を超えたのは最多の755人だったピーク時の4月11日以来で過去3番目の多さ東京都で過去最多の286人が確認されるなど各地で緊急事態宣言解除後 最多の陽性者が判明しており感染は全国で拡大しつつある商法新型コロナウイルス東京都の状況宮城県でも過去最多となる14人の新規感染者を確認東北工業大の学生など2つのクラスター感染者集団が確認された大阪府66人埼玉県49人神奈川県47人千葉県 32人愛知県21人兵庫県17人京都府13人香川県10人などが緊急事態宣言解除後最多となった吉村博文大阪府知事は記者団の取材に感染が拡大しつつあると危機感を示した東京都では新規感染者のうち2030代が196人と約7割を占める一方40から 60代も67人と中高年も増加しつつある接待を伴う飲食店など夜の街関連は67人感染経路不明は半数近い137人だった検査数は過去最高の約4700件都によると保育園や高齢者施設などの感染が家庭内などの二次感染につながっている事例が増えている小池百合市都知事は 記者団の取材に世代的に広がりを見せていることが懸念材料だと述べたとは15日感染状況の評価を最も深刻な拡大しているに引き上げている沖縄県では80代の男性タクシー運転手の陽性が判明玉城デニー知事は日頃から米軍基地関係者を乗車させていたと述べ米軍関係者から感染した可能性を指摘した というような感じで感染者が増えてるっていうことなんですけど、捉え方っていくつかあると思うんですけど、感染者数が増えましたが、重症者、死亡者があまりいないっていうこと、死亡者はゼロですよね。で、Go2、東京が上位になってるんですけど、これはちょっとどうなのかなって、個人的な意見なんですけど、あの、予約した人もいると言って、これでキャンセル、キャンセル料どうするのみたいなことも掘り下げるとなっちゃうんですけど、 個人的には感染者が増えても重症者が少ない死亡者はゼロということを考えると普通の生活をして仕事をして普通に遊びに行ってそれって問題ないんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ責任誰が取るのというようなことになっちゃうんですけどその新型あインフルエンザで年間3,000人亡くなってるんですよね。 昨年3,000人亡くなってますで多い時は1万人超えてるわけですよそれを考えると今回この新型コロナで亡くなっている方は900何人で1,000人いってないんですよね今のところそういうのを考えるとそのそんなに脅威なのかっていう捉え方なんですよねで来年になったら武漢風または中国風になっちゃうんじゃないかそういう名称で呼ばれてもおかしくないんじゃないかなっていうふうに感じるんですけど テレビマスコミがあの過熱報道っていうんですかね特定の,あの岡田なんとかさんとかを毎回テレビに出してその変更報道って言ったらおかしいんですけど「危険なんですよクラスターが発生しますよ皆さん気をつけてください」とかそういうようなのをどのテレビ局も同じような内容で報じているんですけど。 これっっっててやっぱりももううう印象操作っていうよような気すするんですよね一部の,あの人間だけがなんか儲ける稼いでるそういうような感じに受け止められるんですけどインフルエンザでね3000人も亡くなっててもあのテレビマスコミってそんな報道してましたかっていうことなんですけど多い時は1万2000人亡くなってるんですよ。そ,れその時 テレビでは今年はインフルエンザが流行ってるのでうがい手洗いをしましょうとかあで例えばクラスでインフルエンザがいた場合はその学級が学級閉鎖になるぐらいでそのへクラスだけが学級閉鎖っていうかねそういう感じで今までやってきたんでやっぱりそれと同じでいいのかなとかって個人的には思うんですけどね。でや,やっぱりこの反面この感染者の 国籍をあの発表してないっていうこと、これ大きな問題じゃないかなと思うんですよ。で、それってどうなのってこの、この水間さんの YouTube、よく見るんですけど、賛否はいろいろあるんですよね。その、サチャンネルとかは、すごいこう、敵返し持ってるというか。で、今、ガナハさんの問題でもちょっとあるんですけど、 ちょっと揉めてますよねその前はたた田茂神さんでしたっけそれもなんかその方とも揉めてたというまあまあ保守同士でなんか争い事をやってるというようなそういう部分があるんですけどで今回この水間さんの「水間上皇 TV」このこれをちょっと自分いつもよく見てるんですけどそれは見る方の判断でそれはああそうなの違うだろうっていうその。 判断はやっぱり自由だと思うんですけど、ちょっとあの部分的に聞いてみたいと思うんですけど。4月に入って、特段の事情で入国してきた中から、えー、16日発表で114名の感染者、新型コロナ感染者が出ました、114名。114名。これはね、あの片山さんんににも話してるですよ要すよ要両性ということですよね。そのね その感染、それが最初の、それから変異してね、強力になる感,感染の強力さ、それがね2倍、3倍になってるから、今、外国から入ってくる、そのね、クラスターになる原因の一つは、そのね、特段の事情で入ってきてる外国人、7月だけですよ、7月だけ、もう1万人以上超えていて。こういうようなこと、これはまあ、え、そうなのとか、え、そんなことないよとかって。 というのはやっぱり日本政府は外国人を日本に入れないっていうまだこれ許可してないっていうふうなあれですよね一般市民はそういうふうに聞いてるわけなんですよ。でこれ水間さんも4月ぐらいからいろいろこういうことがあるって問題してるんですけどその YouTube ではそんなの嘘だとかこの公文書これ見ても全然それ違う読み方が間違ってるよとかっていうので結構批判されてたんですけど。で その国会議員だった方が30人、1日30人の中国人が入ってますよというところまで持ってったんですよ。その後、えー、国会議員、ある方がその国会質疑の中でそれをしたときに、その麻生さんどうですかって、麻生副総理にもそれ聞いたときに、え、何こんな入ってんだ、これどうなんだとかっって、問い立たしても、わからねえなみたいな、そんな答弁だったんですよ。で、国会議員でさえそれを分かってないってことなんですよね。 で特段の事情で入国者がコロナ感染者が114人7月分だけで出てるってことです。っていうことはこの方たちは今入院してるわけですよ。えー、日本の税金で、あのー、やってますから指定伝染病になったということでこれお金がかからずに入院費ゼロでやってます114人が7月だけでってことですだから6月もいただろうし5月もいただろうしっていうことなんですよね。で 日本の政府、テレビ、マスクもそうですけど、国籍を公表しないということ。で、感染者が莫大に増えてますよと言ったって、その、国籍がじゃあどうなってるのみたいな、そういうのあるじゃないですか。だから全国でこんだけ、1日で600人超えてます。で、これ全員、日本人なんですか東京だけで286人ですよ、1日で。 この中に外国人って一人もいないんですかみたいなやっぱり中国人とかね韓国人いっぱいいるじゃないですかそうなってくると国籍公表しないっていうまあそれはそういうふうなものなんだっていうことにな,ならしいんですけどで外国人が入ってきてコロナ感染してましたとかって陰性ですじゃあ大丈夫ですとかってのはその40から60%は <laughs> 陽性性になる可能性があるってだから正確なあのその陰性・陽性の正確さっていうのは60ぐららいいいししかないらしいんですよそれを考えた時に陰性だった人が普通に出歩いて後に陽性になりましたということはその人があの他の方々に感染させてるっていうことです。でこれ外国人があの結構入ってるってこうそういうふうに入ってるってことです。 だから1万人以上も入ってるんだったらそれどうにかし,しろっていうのが我々日本人の考え方なんじゃないかなと思うんですよ。特段の理由で入ってきた人たちのうち114人が感染してたとそれも陽性であったとそれってやっぱりおかしいですよね。来た時点であの母国に帰ってもらうとかで特段の理由っていうのがなんかちょっとのいろいろの。 使われてるんですけど日本政府は日本人のために生命と財産を守るっていうふうに言ってるけどこれって日本人をどんどんあの抹消してるっていうような捉え方、まあ、これは極端な例なんですけど例っていうかあの言いましですけどやっぱり日本人を守ってほしいと思うんですよね。でその感染ししてて入院している人が 中国人の人もいるっていうのはなんか事実なわけですよ。でブログっていうか人のコメントを見ても自分のメイクがいるんだけど外国人なんて結構いるの,あの外国人もいるんでしょうっつったら中国人もいるよとかっていうようなことが書かれてたわけですよ。で日本政府とか一切公表しないわけですよ。外国人が入院している要するに感染者の中に外国人がどのぐらい何パーセントぐらいいるとかって一切報道してません。 やっぱり、ね、これってすごい怖いことだと思うんですけどもだから全国の感染者600人超えとかってこういうふうに煽るけれどもこれってやっぱりもうちょっとその中に入った真実,真実ですよね外国人が何人いたとかあの入国して1日何人外国人が入国してそのうちの何人があの感染者ですとかっていうのは公表すべきだと思うんですよで一部の都市だけなんですよねこれねこう見ると。 大阪とか埼玉神奈川千葉愛知兵庫田舎の方東北の方とほとんどあんまり数増えてないですよね新潟にしても今86人ぐらいなんであの今までの感染者数がねだから北陸の方ってあんまりいないっていうことでこれどうしても都市部ですよね人口の多いところさらに外国人もやっぱりいますから。 やっぱりね、これ、隠蔽しすぎじゃないかなと、特段の理由でとかって、やっぱり日本政府ははっきり示すべきじゃないかなと思うんですよね、個人的に。だから、その考え方はいろいろあると思うんで、ただ、これは私の意見、独断と偏見の私の意見なんで、お前バカそんなことないよっていう意見もあるでしょうし、それはそれでいいと思うんですけど、ちょっと自分が疑問に思ってたっていうことなんで、それをちょっとこう、YouTube で開けてみたっていうことです。はい、以上、田中でした。